夏目漱石作芸術商品金。激烈な三面記事を写真版にして引き伸ばしたような小説をのべつに5、6冊読んだら全く嫌になった。飯を食っていても生活難が飯と一緒に胃の腑まで押し寄せてきて来そうでならない。腹が張れば腹が切羽詰まっていかにも苦しい。そこで帽子をかぶって空国師のところへ行った。この空国師というのはこういう時に話をするのに都合よく出来上がった哲学者見たような占い者見たような妙な男である。無辺際の空間には地球より大きな火事がところどころにあって、その火事の放置が我々の目に伝わるには100年もかかるんだからなぁと言って神田の火事をバカにした男である。まあ、もっとも神田の火事で空国師の家が焼けなかったのは確かな事実である。空国師は小さな角火鉢にもたれて真鍮の火箸で灰の上しきりに何か書いていた。どうだね、相変わらず考え込んでるじゃないかと言うと、さもめんどくさそうな顔つきをして、今金のことを少し考えているところだと答えた。空国師のところへ来てまた金の話などを聞かされたらたまらないから黙ってしまった。すると空国師がさも大発見でもしたようにこう言った。金は魔物だね。空国師の稽古としては甚だ陳腐だと思ったから、そうさねと言ったぎり相手にならずにいた。空国師は火鉢の灰の中に大きな丸を書いて、君ここに金があるとするぜと丸の真ん中をつついた。これが何にでも変化する。着物にもなれば食い物にもなる、電車にもなれば宿屋にもなる。くだらんな、知れ切ってるじゃないか。いな、知れ切っていない。この丸がねとまた大きな丸を描いた。この丸が善人にもなれば悪人にもなる、極楽へも行く地獄へも行く。あまり融通が利きすぎるよ。まだ文明が進まないから困る。もう少し人類が発達すると金の融通に制限をつけるようになるのは分かりきっているんだがな。どうして？どうしてもいいが、例えば金を5色に分けて赤い金、青い金、白い金などとしてもよかろう。そしてどうするんだ？どうするって、赤い金は赤い区域内だけで通用するようにする。白い金は白い区域内だけで使うことにする。もし行文外へ出ると、瓦のかけら同様、まるで幅が利かないようにして、融通の制限をつけるのさ。もし空国師が初対面の人で、初対面の幸先からこんな話を仕掛けたら、自分は空国師をもって、あるいは脳の組織に異常のある論客と認めたかもしれない。しかし空国師は、地球より大きな火事を想像する男だから安心してその訳を聞いてみた。空国師の答えはこうであった。金はある部分から見ると労力の記号だろう。ところがその労力は決して同種類のものじゃないから、同じ金で代表させて非死相通ずると大変な間違いになる。例えば僕はここで1万トンの石炭を掘ったとするぜ。その労力は機械的な労力に過ぎないんだから、これを金に変えたにしたところが、その金は同種類の機械的な労力と交換する資格があるだけじゃないか。しかるにひとたびこの機械的な労力が金に変形するや否や、急に大時代の神通力を得て道徳的な労力とどんどん引き換えになる。そして勝手次第に精神界が攪乱されてしまう。不都合を極まる魔物じゃないか。だから色分けにして少しその分を知らせなくっちゃいかんよ。自分は色分け説に賛成した。それからしばらくして空国師に尋ねた。機械的な労力で道徳的な労力を買収するのも悪かろうが、買収される方も良くはないんだろう。そうさな、今のような全知全能の金を見ると神も人間に降参するんだから仕方がないかな。現代の神は野蛮だからな。自分は空国師と
こんな金にならない話をして帰った。